こんばんは、みやです。今日は、視聴者の T さんからいただいたコスチュームにお着替えしてみたいと思います。こちらなんですが、メイドさんエプロンです。それでは早速着替えてみたいと思います。してみました。メイドさんエプロンです。メイドさんエプロンなのですごくフリフリがたくさんついていて、こっちの周りにも可愛らしいです。真ん中にはリボンがついています。で、今日はちょっと白のニーハイの編みタイツも履いてみました。それでは今日のブラジャーとパンティーをご紹介します。はい、外しました。今日のブラジャーはこういう感じです。ちょっと深めのピンク色で、刺繍は白の糸で、全体的に大柄なお花の刺繍が施されています。で、このカップの上の部分はレースですね。こうちょっとコットン風な印象のこう生地なんですね。見えるかな。つけた感じは、ワイヤーの形が急な角度じゃないので、とってもお胸にフィットしやすいブラジャーです。それでは、お揃いのパンティーもご紹介します。肩が落ちてきちゃう。今日のお揃いのパンティがこちらです。はい、このパンティも正面の部分が白の糸で、大きなお花の刺繍がされています。で、このパンティの可愛いところは、こっちと右と左に2つリボンがついています。で、この骨盤のところのデザインは、白いレースになっています。で、後ろ側は、つるっとした素材で、肌触りがとってもいいです。はい。それでは今日は、視聴者の T さんからいただいたメイドさんエプロンのコスチュームで今日のブラジャーとパンティーをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。それではまたね。みやでした。